皆さんこんにちは、 C です。今回の動画は私が最近食べた美味しかったパンをご紹介していきたいと思います。まずは福岡の東区千早にあるオルトズベーカリーカッセス。今回はこの4つのパンをいただきます。まずこちらは明太フランス、すでにトーストしました。これね、周りはカリッとしててサクサクでした。生地が結構さっくりとした感じで、中はふわっと食感です。中の明太子はご覧の通りたっぷり。明太子は辛さはあんまりなくて、シンプルな明太フランスでした。そして明太子のプチッとした食感も楽しめました。こちらはハムチーズマフィンです。生地はめちゃめちゃふわふわでした。切った感覚も結構軽い感じで、シンプルなハムとチーズのパンでしたね。朝食に食べたくなるようなパンです。生地に甘みがあって、ハムチーズの旨味といい塩梅でした。チーズもトロトロで美味しかったです。こちらは黒酢唐揚げコッペサンド。生地はコッペパンのふんわり感がありましたね。中の黒酢の唐揚げは甘酸っぱさがちゃんとあって、風味が最高な唐揚げでした。なんかさっぱり感もあって、唐揚げなんですけど重みのない感じがすごいパクパク食べれました。そしてこちらはクリームパンですね。こちらも生地が結構ふんわりふわふわ生地でした。で、中のクリームはカスタードクリームですね。半分くらい入ってました。しっとりとした滑らかなカスタードクリームに、生地はパフッとした感じで優しい甘さが良かったです。千早駅からも徒歩で行ける距離にあるので、ぜひ行ってみてください。そしてこちらはあの人気スイーツ菓子チェーン店シャトレーゼで購入してきたパンです。まさかシャトレーゼにパンがあるなんて知らなくて驚きました。でクロワッサンがまだあったので買ってみました。こちらはあんバター、150円です。これやばくないですか。そこまで大きいサイズではないんですけど、あのサクッと食べれるし、中のバターのクリーミーさとあんこがこのクロワッサンのサクサク生地に馴染んで美味しかったです。そしてこちらプレーンのクロワッサン、こちら100円でした。生地は軽めで優しい甘さで、可愛いサイズで、上にゴロゴロっと乗ったシュガーの食感も楽しくいただけました。バターの風味も良かったです。続きましてこちら福岡の東区にある永田パン、店内も一緒に紹介していきたいと思います。ここのパンは昔懐かしいパンが並んでいるパン屋さんです。チーズカリカリっていうパンやアンパンとか、あとはピロシキとかも結構おすすめで人気なパンなんですけど、今回は私がまだ食べたことないパンを買ってみます。なんか最近はより今風のパンが増えたなって感じがしました。ハード系寄りの美味しそうなパンが増えたような感じがするんですけど、食パンも種類あるし、冷蔵のショーケースの中にはサンドやクリームがサンドされてるパンもあります。こちら枝豆チーズ、これは最近私個人的にハマっているパンの一つなので買ってみました。こちらクルキナドーナツ、くるみときな粉のパンも結構私買いがちですね。美味しそう。そしてこちらハニー、表面がツルツルとしてバターがたっぷり染み込んでるのが分かります。
見てください、この光沢伝わりますか？これはカロリーやばそうなんですけど、いただいていきます。はい、お家に戻ってきて早速いただきます。まずは枝豆チーズから。これ中に結構な量くるみが入ってて驚きました。小ぶりな割に結構重めのずっしりとしたタイプでしたね。で、食感がもう美味しかった。これゴロゴロ食感が感じれて、くるみと枝豆の噛み応えある食感に、噛むごとに広がるチーズのコク、これが最高でしたね。で、くるみがたっぷりあったので香ばしさがより味わえて風味が良かったです。本当に美味しかった。そしてこちらハニー、もう手にバターの油がたっぷりついてしまいました。光沢感すごくて、生地はふんわり生地、空気がたっぷり入っている感じですね。とにかくバターがたっぷり染みててやばかったです。染み込みすぎててパンじゃなくてもうなんかスイーツみたいな感じでした。で、蜂蜜ももちろんしっかり味わえて、甘党にはもうたまらないパンですね。これは出会えてよかったなと思えるパンで、また買いたいと思います。本当に美味しかった、おすすめです。そしてこちらクルキナドーナツ、生地は揚げられてる感じで、きな粉が周りにたっぷりまぶされてる感じでした。で、中にはくるみがゴロゴロ練り込まれてあるタイプで、きな粉ってちょっと時間が経ったらサラサラっとした感じじゃなくて、生地にピタッとくっついてまとわりついてる感じが個人的には結構好きで、きな粉の香ばしい風味をより味わえました。はい、そしてこちらのパンは西陣にあるグランディールのパンをいただいていきます。こちら明太子ベーグル、これ初めて買ったんですけど、グランディールって結構ベーグルが人気で必ず買うんですけど、この明太子が入ったのは初めてです。このベーグルのむぎゅっとした密度の高い感じに明太子ってやばくないですか？で、ベーグルの生地がやっぱり美味しい。ほんとグランディールのベーグル生地はもっちりとした食感が良くて、噛み応えも抜群でおすすめです。明太子はね、辛さはあんまりなくって、旨味がギュッと詰まった感じで、噛むごとに明太子の美味しさが口いっぱいに広がるので、皆さんぜひ食べてみてください。グランディールは一応全国チェーン店なんですけど、福岡では西陣だけでした。そしてこちらはね、グランディールの塩パンですね。塩パンは私の母がグランディールの塩パンを好きすぎて毎回買いだめしてます。で、他にも新作のパンがあったので別の日にいただいていきます。今日はスコーンだけいただこうと思います。こちらはね、しっかりシュガーがまぶされてるタイプで、甘党さんのためのスコーンって感じなんですけど、もう生地が結構さっくりとしてて、しっとり感っていうよりはさっくりよりなスコーンでした。この日はなんかすごいね、食欲があって、これ夜に食べてるんですけど、なんかいつも半分くらいでやめとこうってなるんですけど、2つか明太子ベーグルとこのスコーン2個も食べちゃいました。で、今天神でパンフェスみたいなのやってて調べてたんですよ。で、久留米のブドパン、皆さんご存知ですか？なんか天神の大丸に来るって聞いて行きたいと思ってたんですけど、やっぱりこういうのはね、午前中とか日中に行かないとすぐ売り切れちゃうんで、なかなかパンフェスに行けてないんですけど、いつか行ける日があったら行こうと思います。そしてこちらは紀ノ国屋にあるパン買ってきました。意外にね、こういう紀ノ国屋とかにあるパンも買ってしまいますね。で、食パンはサンド用にして、ごまパンも美味しかったんですけど、一番はこれアップルパイなんですけど、これはね、なんかスイーツというよりかはパン寄りのアップルパイっていうんですかね。めちゃめちゃおすすめです。今からいただいていきます。中に入っているリンゴはゴロッと大きめなサイズで、シナモンはトロトロで、この生地から香るバターの風味が良くて、生地はね、サクッとした感じではなくて、結構しっとりした生地でした。
なんでそのリンゴのとろみとかとすごい生地が合わさってめちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。皆さんいかがだったでしょうか。いろんなパンご紹介してきましたが、最近私が食べたパン記録でした。また美味しいパンがあったら紹介していくので、ぜひ楽しみに待っていてください。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみに待っていてください。バイバーイ。